過去にですね、1年以上、厚生年金に、加入されていたことがある方のですね、受け取っていただける、60歳代前半の老齢厚生年金なんですけれども、これはですね、現在60歳から65歳になるまでの間ですね、生年月日に応じて、支給開始年齢が引き上げられています。で、例えばですね、男性の方で、昭和22年4月2日から、昭和24年4月1日の間に生まれた方、この方たちはですね、どういう、形で年金を受け取っていただくかといいますと、60歳になられますとですね、老齢厚生年金から、報酬比例部分というものが受け取っていただけます。で、64歳まではですね、老齢厚生年金報酬比例部分だけなんですけれども、64歳になられますと、この報酬比例部分以外に定額部分といわれるものもですね、厚生年金から受け取っていただくことができるようになります。したがって年金額がそれまでよりも増えるという形になりますね。で、65歳になりますと、年金は形を変えまして、1回分、全国民共通の老齢基礎年金というものに名前が変わります。国民年金からもらう年金になるんですね。で、2回部分は老齢厚生年金という形になります。